みんな乗り物タウンへようこそ。ラッピー、今日はどんな乗り物を紹介しようか。線路を走る車があるって聞いたんだけど、そんな車があるの？それなら ある時は道路を走り、ある時は線路を走る、徳島県と高知県を結ぶ DMV さんを紹介するよ。これはバスの停留所？DMV さんにはここで会えるのかな？おーい、ラッピー、よく来たね。こんにちは、あなたが DMV さん？そうだよ。どこから見ても普通のバスだよね。車内はどうなっているんだろう。よし、乗ってみるピー。座席も、運転席も変わったところはないよね。これじゃ線路は走れないピー。線路を走るにはちょっぴり変身が必要なんだ。ラッピー、よく見ていてね。わかったピー。じー、今のところは普通の道路を走っているね。ガシャキン、本当に変身なんてできるのかな？もちろん。ラッピー、そろそろだよ。あれ、大変だ！ DMV さんが線路に入っちゃった！タイヤの車輪じゃ線路から落っこちちゃうよ！大丈夫だよ。モードチェンジ、スタート。この声と音楽を合図に、DMV さんはここで変身するんだよ。運転席にある切り替えスイッチを押すと、あ、気のせいか車体が上に上がっているよな。気のせいじゃないよ。僕が鉄の車輪を出すと車体の前方が持ち上がるんだ。うわぁ、本当だ。でも後ろは持ち上がらないんだね。 DMV さんは道路も線路の上も走れるようにタイヤと鉄の車輪がついているんだけど、鉄の車輪を使わないときは車体の下に収納されているんだ。線路を走るときは前後の車輪をしっかり線路に固定して後ろのタイヤを回して進んでいるんだ。へえ、後ろのタイヤで DMV さんを動かすから前と後ろで車輪の大きさが違うんだね。道路と線路では運転の仕方は違うの？線路を走るときは線路がガイドになるからハンドルは使わずに足元のアクセルとブレーキを操作して進むんだ。本当だ、運転手さんハンドルを触ってないね。道路を走る時と比べてみると、よくわかるピー。ちなみに僕を運転するには鉄道と車両方の免許が必要なんだ。道路は他の車も一緒に走るけど線路は DMV 専用になっているから
他の乗り物を気にすることなくスイスイ走れるんだ。道路と線路の両方を走る僕みたいに2つの形態を備えた車両のことを英語でデュアルモードビークルと言うんだ。その頭文字を取って DMV と呼ばれているんだよ。 DMV さんは徳島県の海陽町と高知県の室戸市をつなぐ阿佐海岸鉄道の乗り物だよ。いろいろな観光スポットを巡りながらバスと鉄道両方の旅を乗り換えないで楽しめる珍しい乗り物なんだ。阿佐海岸鉄道の DMV は僕を含めて3台が走っているよ。綺麗な緑色だな。徳島県の鳥シラサギと名産のすだちを表現しているんだ。赤色もかっこいいな。太陽と昔活躍した坂本龍馬がデザインされているよ。そして僕、太平洋の波がモチーフなんだ。サーフィンしているのはエビかな。どの DMV さんもかっこいいな。今度は違う色の DMV さんにも乗ってみたいな。ラッピー、ここ獅子喰駅にはちょっと変わった駅長さんがいるんだって。会いに行ってみようよ。うん、こっちこっち。ご主人、駅長さんはいた？後ろを見てごらん。え、この水槽の中？大きなエビがいるけど。ここは獅子喰駅の駅長室。そして中にいるのが伊勢エビ駅長。この大きなエビが駅長さんなの？僕のボディにもサーフィンしている様子が描かれていたでしょ。あれは伊勢エビ駅長さんだったんだね。ああ、面白かった。僕、伊勢エビの駅長さんなんて初めて見たっぴ。よかったね。さあ、そろそろ線路の区間が終わるよ。また車輪をしまって道路を走るの？その通り。ラッピー、道路に降りたら間もなく終点だから僕との旅をもう少しの間楽しんでいってね。綺麗な景色も見られるよ。ワクワク。ラッピー、DMV さんはどうだった？はじめは車が線路を走っていてびっくりしたけど、今日は DMV さんのことをいっぱい教えてもらって DMV さんのことが大好きになったっぴ。ガシャキン、また一緒に乗りに来ようね。うん、約束。
乗り物タウン登録してね。ゴーゴー。